はい、始まりました。ここはどこですか？いい景色ですね。いい景色ですね。景色がいいですね。はい、ここはオリエンタルランチ恵比寿店、はい、でございます。恵比寿一番活気のある場所ですね、うん、知ってますかね、オリエンタルランチ。うちの出張はまあほとんど知ってんじゃないですか。うん、あ、ちなみに今日のカメラマンはりょうやくんです。はい、喋んなよ。喋んなよ。あんま喋んなよ。あの、オリエンタルランチって相席バーみたいな感じなんだけど、ね、相席ラウンジですね。そう、相席ラウンジなんだけど、はい、お客さんとして来たことは、彼はもうよく来てますね。はい、で、5回来て、やめてやめて、言わなくていいって。何回行けたんですか？2回っす。え、結構可愛い子多くて。え、ま、5回中2回行けたの？あー、よくないわー。あー、藤本よくないこれ。パチこいたよ。 MC パチきた。パチの週がした、ね、あー、パチきたー。パチこいたよ、はい、もうやだ。パチはお前やで。40% ありえんな。量や 40%。 いいやろ、いいやろ。あ、一応なんかあるんでしょ。なんだっけ、ま、めっちゃ可愛い子多くて。あ、そう、結構可愛い子多くて、まあもう可愛い子はまあなかなかもう、うん、取れないんで僕、うん、まあ妥協妥協で、もう全然可愛くないこと。ああ、でもそれ向こうもさ、そうだね。ええ、全然そんなことはないと思うんですけど。もう妥協妥協で、違う違う、全然違うよ。今日は何なんですか？はい、そうですよね、はい、なんでいるのかっていうと、オリエンタルラウンジさん、恵比寿店の僕ら MV に出演することになりました。うーい、M だよ。 M? P じゃない？あ、でも P の気もする。いや、 P だよね。ミュージックビデオじゃない。ミュージックビデオではない。そう、ちなみに俺 MV 撮ったんですよ。そうだね、 MV 撮ったの。ここでめっちゃ撮ってる。そう、今日は P だと思う。今日 P ですね。 PV プロモーションビデオ、オリエンタルラウンジさんを宣伝するっていう。そうですね。そう、俺らオープニングのイベントのも呼ばれて、もうほぼアンバサダー立ち位置。そう、実はでも確かに宣伝したくなるね。これ箱めっちゃいいもんだって、うん、後ろグワッて見て、なんかエッチやん、おしゃれよ。でもまあ恵比寿の相席ラウンジだからね、さすがに俺らでしょ。確かに、うん、俺らしかいない。俺らしかいないでしょ。エビジャですからね。今からなんかね、女の子と喋るシーン。そう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 、あのね、この実際のプロモーションビデオには僕たちの会話とか入ってないんですけど、実際どんなこと話してるかとか多分今日もサブちゃんでわかると思いますので、裏側やな、あの俺らのこういう撮影現場、まず現場を温めるっていうことを第一主義にしてるね、このグループは。あとやっぱ共演するとさ、うん、その後付き合ったり結婚したりとかするじゃん。なるほど。そう、だから共演者とやっぱどういう会話をして仲良くなってるとか、そのままなんか、あ、ここ二人付き合ったんだみたいな様子を、うん、まあ楽しんでくれれば。これはもう合コンに見せかけた、うん、撮影と見せかけた合コン。そう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 。ってことだよね。つまり合コンやな。俺ら共演者キラーだから。いや、マジ語弊語弊。いや、合ってるか。あ、自分で言うことじゃねえ。自分で言うことじゃねえ。そういうこと言うと出てくるんだけど。そうなんよ。うんうん。いや、嘘だよ。嘘だよ。うわ、そう。キンキンに冷えたテキーラのショットグラスがあちらに来ました。っていうか、あの、あっちに入ってくださいって言われてもう15分経ったから、行こうか。本日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。緊張するなぁ。じゃあそしたら、はい、まず6人でいろいろこう自己紹介があってお話ししてもらって、はい、ちょっと仲良くなってもらおうかな。合コンが始まりましたね。いつしょっぱい。アルコール飲みたい方いたら準備して。います。何飲まれますか？テキーラ。テキーラ。緊張しますか？緊張します。振るんだね。お前は女の子に話しかけるんじゃねえすか。休みから。仕事だぞ。本当に初めて会えて嬉しいみたいな、捕まえようみたいな感じで行きましょう。よし、楽しそうな感じ。頑張りましょう。うちね、おはようございます。これでは飲んでいいですか？はい、頑張り、おいしょー。あー、食えるほど。はい、そうですね。だいぶ前から。今日飲んだんですか？森山の方が、ね、うん、あのビールの中瓶を飲んで、僕でもちょっとテキーラいっぱいいただいて。あ、そうで、あ、もうどのチャンネルでも最高。今日はちなみにどの子狙ってるんですか？どの子狙おうかな。ちょっとみんな、あの、話そう、こっちで。あ、聞かないようにして。俺頑張ってあげるからね。あの、めっちゃ耳立てて
これ入れちゃったわ。ちょっとお酒入って、そう酒入って、ああみたいな。狙ってんなみたいな。狙ってんな。ちょっと気持ち密着な感じで。ちょいイチャイチャぐらい。ちょいイチャ。ガチイチャはあの。ああ。ちょいイチャで。じゃあ分かった。ポッキーを食べさせて。すごい。うわあ。教えてあげようか。今のいいですね。いや、いいですね。カメラの流出シーン OK なんでありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。あ、いやいやいや、ちょっとシャンパー開いちゃった。シャンパーもう一本。はい、もう完璧な映像撮れます。ほんと？お酒飲んでるの？僕一滴も飲んでないです。あ、そう。はい、じゃあもう一本持ってくる。ありがとうございます。はい、シャンパー終わりました。ありがとうございます。社長社長感謝してる。テンション上げていこう。テンション上げて、テンション上げていきましょう。あ、これルルリって取ってくる。ね、ネックピロー。ダメだよ、ピロー。さすがにだよ。違う、ファッション、ファッション、ファッション。そう、今日ね、ダメなんだよ、あいつ。いや、わかんない、ネックピローあればボケれるみたいな。今日、ちょっとね、本当に調子悪い、あの人。もうちょっと絡んだり、積極的に、あの、もうちょっとなんか、あの、チヤホヤ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 。大久保の宣伝。来た来た。ヨギホだ、いいやつだ。これが、触ってもいいですか。触ってもいいですか。なんか私、ヨギホ家にあるんですけど、めっちゃ好きで。あ、いいよね。なんか気になっちゃった。そろそろ。ウェーイ。一回カット。一回カット。一回カット。うぜ。お前さ、何年目？ウェーイ。大学1年生。こういう撮影は、こういう撮影は結構ある。プロモーションビデオみたいな。ないっすよ。本当にないっす。なんなら初っちゃ初かもしれないです。ありがとうございます。広告、あ、あの、今回お話しいただいたオリエンタルラジオの社長、西田さん。はい、社長様、ありがとうございます。昔からお世話になってますからね、本当に。うちの店は来てない？恵比寿は。プライベートでお邪魔してないですね、まだ。はい。ここすごいっすよ、内装。いくらかかったっすか？2億。まあだから初期用のなんだかんだ入れて、多分まあスタート3億ぐらい。3億あったらできるんや。すごい。めっちゃ勝負したの。勝負したね。で、ちゃんと結果出てますね。めっちゃ感動してます。いやー、めっちゃ効きますね。大行列です、はい、店。もう恵比寿の駅降りてすぐ行列できてると思う。西口の改札出て右行ったら、あれがオリエンタルランチです、ね。可愛い子多いな。今レベルが高い。年齢層はその渋谷は女子大生多いんだけど、女子大生はちょっと少なめだけど、はいはいはい、30前後のむちゃくちゃ綺麗な人とか、めっちゃ多い。全然なんか見えないけどみたいな。聞きました。基本女性の方が多いんですか？いやでも結局11時12時、まあ12時超えてからはもう男性がバーって来て女性少ないから、いや、まあ、正直潜在顧客的には男性の方が多いと思います。だから早い時間に男性来てもらったら、そう。なるほどなるほど。なんか男性ってみんな飯食ってから来るね。そうなんですよね。飯食って飲んでちょっと女の子欲しいなって来るじゃないですか。その頃にはやっぱ少ないですもんね。でも実際別にオリエンタルで飯も食えるから。確かに早めに来た方がいいですね。早い時間ちょっと安いんで、早い時間。あ、そうなんですか。森山さんのカットはこれで終了になりますって。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れでした。じゃあクランクアップってこと？うん。この後富士山のソロ行きます。はい、わかりました。はい、なので、まあ、やっとよ。お願いします。じゃあ行きます。本番お願いします。わかりました。はい、カット。はい、カット。かっこいいですね。お疲れ様。お疲れ様です。ありがとう。じゃあ帰るわ。なんですか、この価格いらないでしょ。いや、ちょっともろうかなと思って。いや、もろ…はぁ、びっくりしたんですけど、ね、もろうかな、もろうかなと思って。やば、一般人何言ってんすか。
はい、ただいまの時刻何時か分かんないけどやっと出番ですね。はい、今日もともとさ12時集合予定だったんだけど、うん、絶対に俺の出番遅いから、うん、2時にしてくれって言って、で2時にしてもらって俺遅かったら来るの。あ、寝坊じゃなかったんですか。寝坊じゃない、俺しないし。あ、でも今日今3時過ぎよ。お願いします。お願いします。で、さあスタッフさんとして、円卓にこれから誘導していく感じで、この嫌なんだよ、この苦手だよね、演技する演技はね、人狼旅行でのやっぱあの市民ムーブっていう演技しか俺ね得意しないよね。あれ上手かったっすけどね、これそれだけは得意ないよ。あ、お願いします。 OKOKOK。 あ、こんばんは。あ、こんばんは。いらっしゃいませ。はい、じゃあご案内しますね。はい、ありがとうございます。ほんとこれだけのために来て、そして帰る。あ、いいっすね。うん、そんな中、娘は人生初ディズニーランド。え、あ、OK、ちょっと明るさ調整してる。最後これは大人のディズニーランドというべきか。カメラで落とした明るさよーい、スタート。はーい、カット。もうちょっとだけ笑顔な感じでもいいですか。 OK です、はい、ちょっと石原さとみが足りてなかったです、はい、ちょっと楽しみな感じで。あ、いいですね。ありがとう、 OK です。じゃあ OK です。これ OK になります。OK。 じゃあ決算これで終了になります。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ。お疲れ様です。まあ、こんな感じで僕たちは MV を撮っております。お付き合いいただきありがとうございました。5年目なんですけどね。5年目 ?4 年目 ?5 周年ってことは何年目？5じゃないですか。 5年目なんだけどね、まあ、こういうお仕事あまりないんでね、難しいです。まあ役者とかやってる森山さん別だと思うんですけどね。どうでした？裏側に密着して。いや、ほんとかっこよかったっす。かっこいい。マジでかっこよかったっすか。かっこよかったっすよ。ありがとうございます。うん、まだまだ不慣れなんですけどね、これからちょっとこういう仕事も上手くなっていきたいですね。ということで本日はありがとうございました。ぜひ皆様オリエンタルラウンジ恵比寿店に遊びに来てみてください。こんなにおしゃれな空間なんで、うん、カメラマンの人はもうよく来てるということで、僕もあの5月以降週末のバチ盛り上がる週オリエンタルラウンジ遊びに行こうと思うので、はい、あの相席した時はよろしくお願いします。